ナミさん、今回もステーキング報酬入りましたね。1万1エイダで、この期間3回目の報酬がですね、450エイダということなんで、まあ、パーセンテージでいうと、まあ、いろんな組み替えあったにしてもですね、この短期間で 4.5% ということではないかなと思います。いやー、このね、4.5% っていうのがね、すごいですよね。だから年間で 4.5% って考えると、100万円に4万5000円つくわけでしょ。でもこれ年間じゃないですからね。まあ、今回のこの3回目のボーナス付与を、まあ、1ヶ月じゃないんですけども、1ヶ月としたときに 4.5%、1万円に対して、1万エイダに対してですね、今1万エイダに対して450じゃないですか。で、エイダが今180円だとして、8万1000円がこの1ヶ月でついたってことなんで、これを単純に12で割るとですね、かけるとですね、97万2000円なんで100万円ですよね。こういうふうな計算が成り立ちます。うわー、すごいですね。報酬が100万円です。これ作業ないですよね。ただ待ってるだけと。で、待ってるだけもなんなんで、結果報告を動画で作ってくださってますよね。非常に分かりやすいですし、これすごく特徴的なのは、いつも言いますけども、体のエイダは自分のお財布に入ってるわけですよね。自分のウォレットに。で、そのウォレットから体のエイダをどっかに移すわけではなくって、ステーキングに委任しますよって感じで、ステーキングの権利を、まあ、委任してるわけですよね。ですから今日この瞬間、このタイミングでこれステーキング終わりってやっても、報酬は確定してるわけなんですよ。で、1エイダから参加可能ですし、まあ、ステーキングプールを移動するのも可能ということでね、何もかも自由なまま報酬だけ付与されるってことになります。まあ、ですので、体のエイダ持ってるのにステーキングに参加しないっていうのは非常にもったいないなと。もちろん自由ですけどね、感じるリスクは人それぞれですから。で、各有私もですね、半年間ずっと勇気が出なかったんでやってなかったんですけども、いろんな方の報告を見たりとかで、自分なりに解析すると、あ、これはなかなか安全性が高いなと、リスクも少ないなということで判断しましたんで、ステーキングの方に少しずつ移しているところなんですけどもね。で、私もですね、3000ぐらいのステーキングボーナスが入ってたんじゃないかなと思います。後で見てみますけどね、3000のステーキングボーナスが入ってるってことは、1エダが108円と計算すると54万なわけですよ。54万ね。54万がこの私の場合は今丸2ヶ月ですから。いや、だからね、ちょっとした月給がこれ入ってると。しかも元金はもっと多いわけですからね。元金だから私の計算で言うと何千万かあるわけですよ。うん、40万エダだとして、180かけると7200万ですね。私はね、元金7200万で、毎月毎月25万30万ぐらいを受け取るみたいなね。だから、ある程度持ってないと、この粗利益額は叩き出せないけども、粗利益率だけを見るとね、群を抜いてるなと思いますんで、もちろんね、余剰資金の範囲でだと思いますけども、体のエイダをね、ご購入いただいてステーキングに参加するのはなかなかいいんじゃないかなと。それこそね、5000円とか1万円からスタートするのもいいかと思います。まあ、これからの時代ですね、時間が経つにつれて増えるものを持ってないとなかなかきついですからね。だから今から始めたとして、今から例えば月に5000円とか1万円とかでやったとして、年間で10万円の運用ができれば、10年間で100万ですよね。で、100万に対して、じゃあ運用益がどのぐらい出るのって考えたら、まあ、これなかなか北総のところが多いんじゃないかなと思いますよね。まあ、体のエイダ購入の仕方っていうのはちょっとややこしいんでね、ハードルが高いと思いますけども、私思うのに、体のエイダが日本の取引所で買われるようになると、わざわざ海外のね、バイナンスとかビットトレックスを開いて、そこでドルを送金して、なんかね、体のを買うっていう手続きよりも簡単になりますから、日本の国内市場でオープンしたら。そしたら購入者はグッと増えるんで、価格がバッと上がると思いますね。だから、おそらくね、コインチェックあたりが上場するんじゃないかなと思ったりとか、ビットポイントとかが上場するんじゃないかなと思いますけども、その前に関係者が体のエイダを仕込んでるんじゃないかなぐらいのこと思っちゃうんですね。で、十分仕込んだ後で日本上場とかで莫大なね、上昇益を狙ってるんじゃないかなと思いますけども、日本で上場したら逆に下がったりとかしてね、分かんないですけどね。はい、投資は自己責任で。いってらっしゃい。